こんばんは。本日は江川さねが担当いたします。よろしくお願いします。まずは皆さんからいただいているウェザーリポートを確認していきましょう。こちら奈良県からのリポートです。郡山市、夕方になって少しムシッとしてきたような。写真は南東方向です。奈良によくあるため池。台風が発生しましたね。新たな被害がないように願うばかり、注意してまいりましょうといただきました。こちら秋を感じるような空を撮影してくださっております。そしてお次は大分県です。こちら竹田市からのリポートになります。一気に秋空となりましたが、日中はまだまだ夏ですといただきました。空を見てみると夏から秋に変わってきたかなという、そんな空もありますが、ただ気温が上昇しますね。熱中症対策しっかりと行ってください。それでは明日の天気をアイコンで確認していきましょう。全国の明日の天気をお伝えします。今日午前中9時ごろに台風12号が発生しました。現在は沖縄の南海上に存在しておりますが、だんだんと北上してきております。なので特に沖縄、そして九州では明日は雲が広がりやすい空となりそうです。ざっと降る雨に注意が必要。また太平洋沿岸を中心に高波にも注意が必要となります。沿岸には近づかないようにしてください。そしてこの台風12号、だんだんと北上していきます。土曜日には九州を直撃する恐れがありますので、今できる対策、雨風の対策を行ってください。そして中国四国から北海道にかけて雲が優勢という地域もありますが、日差しが届きます。特に日本海側を中心にしっかりと日差しが届きそうです。太平洋側では日差しが届いていても、午後はだんだんと雲が広がっていきます。にわか雨の可能性もあるので、空の変化にはお気をつけください。以上、全国の明日のお天気を確認していきました。今日も一日お疲れ様でした。